ちは。今日はですね、ちょっとあるものを、買いに行きたいなと思って、これから神奈川県の方に行きたいと思います。あら、間違えた。やりましたね、やっちゃいましたね。まあいいでしょう。透明だったのかな。アマゾン。今ね、第三景品乗っちゃったな。もう勝手に自分の感覚でやっちゃったよ。俺がタクシーの運転手だったらもうアウトだな。申し訳ない。神奈川県港北の方に向かってるんですけどね。まあ、雲はありますけども、今日は晴れ、とてもいい天気でございます。気持ちいいね、やっぱね、晴れの日の高速道路っていうのはね。20分ぐらい着くのかな、どうなんでしょう。やっちゃったな、道間違えちゃったな。今日はコーヒーはブラックでございます。わ、すごい、オープンカー、デートかな。出席には長い髪がなびいておりますが、いやいいね、よかったね、天気で。ちょっとこちらから見る感じだとドライバーさんはなかなかの高齢のような感じしますけど、どうなんでしょうか。クラシックカーのなんかオープンカーみたいな感じですね。娘さんとデートかな、どうなんでしょう。うわー、粋だね、娘さんとのデートでオープンカー。それとも加藤茶さんタイプの恋愛でしょうか、ご夫婦でしょうか。ちょっとチラ見してみましょう。うわ、かっこいいかっこいい。娘という感じじゃなかったけど、完全にクラシックカーですね。いや、なかなか年の差ご夫婦でしょうか。いや、そんな感じじゃなかったな。若干寒いんじゃないかな。でもいいな、素敵だな。オープンカー、オープンカーって憧れるよな。ちょっと照れるところはあるけどね。えセカンドカーではちょっと手出ないかな。サードぐらいから行きたいって感じだね。サードを持てる
金がないもんね。あれはかっこよかったな。いやー、この360度カメラで撮ってますから皆さんにねお見せすることはできるんでしょうけど、やっぱこれはねプライバシーですから、これはできませんけども、とにかく年でいうとどんくらいだろう、あれ60後半くらいですよ。娘さんだろうなあれな、どう考えても。まあ僕がまあね20代の頃とかはやっぱ車、男は車持ってないとダメでしょうみたいな時代だったからあれだけど、今の子はどうなんでしょうね。そこまでなんか車なきゃダメっていうのは、まあその地方に行ったらね、生活のための車があるもんね。なんか僕らがそうだな、中学校高校の時にまだ免許持ってなくて車乗りたいな、お兄さんとかお姉さんとかどんな、生活してんのかなって憧れてる感じの時はやっぱりなんか車でね渋谷行って乗っていくみたいな世界をまあちょっとね遠くから見てましたから、なんかランドクルーザーでね音楽ガンガンにかけて、音楽ガンガンにかけること自体がもうダサいもんね。あの当時はね良かったんだけど、僕が見た感じだと60後半のおじさまですから、ね、やっぱ車の乗りに乗ってる時期を走られた先輩でしょう、あれはね。関係が気になるな。もうでももうチラッとしか見れなかったですけど、もう10時10分もうまっすぐ見てましたよ。実直な感じ、キャップかぶって、キャップも深めにかぶって、かっこいいな。オープンカー乗りたいっていう心理って何なんだろうね、あれね。やっぱこう見栄みたいなのがあんのかな、まあ、僕ももちろんね欲しいですよ、モテるならね。カッコつけの部分があるんだろうね、やっぱ僕もカッコつけたい部分ありますから。昔よりオープンカーは少なくなったよね。昔もうちょっと多かったような気がするけど、一人でグアム行った時あるんですよ。なんで一人でグアム行ってんだよって話なんだけど、ちょうど休みががっつりできまして、なんかね東京にいたらもう何年も前の話だけど十数年前ですか、10年前結婚してたよな多分。そうそう、で奥さんも OK してくれてグアムに2泊3日ぐらいで行ったのかな。うん、バカでしょ、一人でグアム行って、で特に人と話すこともなくで当時トレーニングに有酸素運動を取り入れてましたから、ひたすら走って、でホテルのジムでトレーニングして、
結構ストイックに食事も屋さんで、ハードロックカフェのレストランでサラダだけを食べ、ホテルに行ってみたいな2泊3日何をしてんだよっていうね。で、海岸沿い浜辺をずっと走ってたんですよ、水着で。しかも水着が赤い水着しかなかったから、あのいつもね、あのミキティって叫ぶ時の水着しか持ってなかったから、それを持って行って、まあ大丈夫だろうと思って、赤いパンツ一丁で浜辺をずーっと走ってて、あのグアムでさ結婚式あげて、なんか最後にこう浜辺で写真撮るみたいなプランがあるんですよね、多分ね。でちょうど僕走ってきて、もう戻ってきた時に、その新郎新婦がウェディングドレスとタキシードみたいなの着た新郎新婦と出会っちゃって、おお、何してんですかみたいな、めちゃめちゃ恥ずかしかったよ。俺はだって赤いパンツでさ裸で走ってるわけだから、あ、どうもみたいな。そんな、なんか別にカメラを回して走ってるわけじゃないからね、え、何してるんですかみたいな、いや、ちょっとトレーニングでみたいな、ツーントーンぐらいテンション低いですから僕。いや、スリートーンぐらいですよ、だいぶ暗いですから、一人でいるからね。おめでとうございますみたいなんで、あのカップル、あのご夫婦は今も幸せに暮らしているのかな。なんでこんな話になったんだろう。あ、それでグアムで、まあ、レンタカーでも借りようと思って借りたのがオープンカーだったんだ。で、ビビりながら走ってすぐ返したんだ。そうだそうだ、オープンカーの話からこうなったんだ。さあ着きました、江南ホームセンターの江南に来ましたよ。今日はですね、ちょっとホームセンターの江南にてちょっとあるものを買って、作りたいなと思ってます。ということで着きました。大丈夫かな、うまく買えるかな。ホームセンターでがっつり何かを買うってちょっと初めてだし、初めてやるときってなんかドキドキするし、大丈夫かなと思うよね。結構混んでんだな、ビビっちゃうよね。なんかビビっちゃう。おじさんばっかりじゃないか、ホームセンター。ガーデニングとかね、やっぱ年を取ったらやりたくなんだろうな。あ、ここ止めるか、わしはここに止めよう。ええやん、 あっちがいいか。ラッキーラッキーラッキー、ここにしよう。何を買ったかはまた今度、帰りの車中で。引っ張るんじゃねえよ。何せね、一人でやってるもんですから。ラッキーラッキーラッキー。はい、着きました。というわけで、買ってきまーす。ペコ。